ゆうちゃまの独り言。皆さんこんにちは、ゆうちゃまです。本日はですね、前回の動画から貸していただいているこちら、よいしょ、ごめんなさい。ポストカードについてレビューさせていただきたいと思います。ゆうちゃまの独り言。こちらのお値段の方なんですけど、500円なんですよ、税込みで。いや、安い。もう3枚入ってるんですよ。3枚入ってて500円なんで。いや、これはもう、もしまたライブかなんかで販売されるんだったら買ってみてもいいんじゃないでしょうか。で、ちょっと裏側ね、ちょっとこれね、リプレッシャーって書いてあるポストカードなんですよね。ここもリプレッシャー、これ缶バッジとかのね、マークと一緒だね。で、ポストカードって書いてあるね。本当にポストカードなんだね。当たり前なんですけどね。それでは開けていきましょう。これちょっと大事に開けたいからね、ちょっとカットしますよ。よいしょ、せーの、トン。しっかり開けましたので1枚ずつ紹介していきたいと思います。1枚目が、本当はね、これがね、表紙の一番上の方にあったんですよ。こちらです。はい、もうこれは1枚1万円の価値がしますので、もうね、500円で買えることがすごいありがたい。こんな感じね、後ろ。うん。後ろはまあ、どれも一緒かな。いやー、ちょっと待って。これも、ハンダちゃんが撮影してくれてるわけでしょ？おそらく。そうだよね。かっこいいなー。なんか3人、なんか、本当に楽しそうだよね。このやっぱ、前も話したんですけど、身長差がいいんですよね。カンちゃん、テルリ、タカさん。こう。順に並んでいく感じ、これがたまらなくいいんですよね。ちょっと置いていきましょう。こちらに置きました。そんな宣言はいいか。じゃあ次2枚目、さっきね紹介してたやつね。本当にね、もうスーツ姿っていうのがいいんですよね。もう自分的にはもう高さの紫色のシャツっていうんですか、ワイシャツ、かっこいいんですね。かんちゃんのこのおしゃれな帽子もいいですし、よいしょ。いいね、すごい。もうこういうのもっとしたいでしょ。こういうのもっとしたい方買ってください。で、裏はね、あ、裏もちょっと違う感じになってる。横型だからか。 B プレッシャー。本当にね、もうこれ見た人は買ってください。もうそれぐらいの勢いですよ。今はもう大サービスしてますからね。置いてきますね。ゆうちゃまの独り言、置くことに挑戦したんですが、ちょっと難しそうだったのでね、うん、ちょっと諦めました。じゃあ3枚目いきます。3枚目がこちらです。はい、この写真いいな。この写真がいい。これね、 B プレッシャーっていうのが結成されますっていう時に着てたシャツね。さっきのこちらの写真とも同じなんですけど、これはね、ズームにしない。もうここのなんか人が写ってるやつとか見たいなって人は、シャツのデザインですか、みんなズームにしたい人は買ってくださいね。もう次ね、これ多分フリーズとか収録してた時のスタジオで、その時の集合写真ですね。いやー、いいな、本当に。知らん知らん。もう、こう、じっくり見たい方、本当に買ってください。もう、この動画を見た方、ああ、気になった。ああ、買いたいってなってきた。もう、ワンコインなんで500円なんですよ。買ってください。なんか、いずれ買える、こう、サイトとか出てくると思うんで。うん。でもね、メルカリとかで買っちゃダメですよ。高く出てたりするの。あれはちょっとおかしいよ。うん。なんか、転売とかね、良くないよね。こっちも横型だから。プレッシャーちゃんと書いてるね。いいね。まあね、ポストカードって自分の中ではなんかあまりどうやって使うのかなっていう話なんですけど、こう集めるこのコレクター欲を満たしてくれる、そういうための商品なのかなって僕は思ってます。だってポストカードって何かに使うわけじゃないじゃないですか。
そういう意味ではね、あれなのかなって、ちょっと高いのかなとか思っちゃう方もいるかもしれないんですけど、だってこの写真をなんかこうカードにして捨てる商品ってこれだけですからね。自分で作るって言うとすごいことですけど、やっぱ公式から出していただいて、そういうところにお金を落とす、それがビープレッシャーファンなのではないでしょうか。まあこんな感じでいかがでしょうか。もうね、もうあとはじっくり堪能してください。もっとじっくり堪能したい方は買ってください。もうそれの一言につきます。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。みんな買ってね。うん、なんかあ、この商品買ってなかった、シャツだけしか買ってなかった、今こう自分のレビューしたなんだポストカード、ポストカードを見て買いたいって思ったら、次次回こう買う機会がある時に買ってもらえたら嬉しいなって。もうなんか少しでも一人でも二人でも三人でも多く買ってもらえたら、僕はこの動画を作った甲斐があったなって思いますので、よろしくお願いします。それではチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。